いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。友達よコーチの認定マスターコーチの山やです。えっ、ー、と、元祖コーチのルータイスト、とベチち博士から学んできているこの理論ですけれども、えっ、ー、と、この理論をですね、実際実践してみて、ワークなどを実践してみて、初めて体感に落とし込むことができるので、えっ、ー、と、ぜひですね、ワークをどんどんやってみていただければいいんじゃないかなと。まあ、あの、とまべ博士の,あの250冊以上の書籍の中にはですね、 Kindle でアンリミテッドで読めるものがたくさんあるのでそういったところをぜひ皆さんチェックしてみていただきたいと思うんですけれども、えー、とワークが結構紹介されてるんですよねそれをしっかりとやってみることですねでまずはですね、まあ、基本中の基本ですけれどもゴール設定からぜひスタートしていくということですねエフィカシーという概念もですね現状の外側の高い高いゴール本ントゥのゴールがあって初めてエフィカシーの定義が成り立つということですね ゴールを達成する上での自分の能力の自己評価ということですからその現状の外側のゴールで初めて我々はゴールというふうに呼ぶわけであって現状のコンフォート度の中にゴール設定してもですねそれは定義上我々はゴールとは言わないっていうことですねうんそれは逆に現状にと強烈に留めてしまう現状維持になってしまうそして今あのスコトマで隠れているものは延々とこのスコトマは強化されてしまうので。 えとますます本来見,見るべき情報がですね脳に届く情報が届かなくなってしまうということなんですよねだから現状の外側のゴール設定というのはとても重要視していますでまあポイントとしてはですねバランスールがあったり抽象の高いゴールを設定していきましょうとさまざまなポイントがあるんですけれどもこういったものをですね基本中の基本からしっかりとおさらいをしていただき学んでいただく場を、まあ、2021年 初めて初回のセミナーとなるので2021年初のセミナーとしてですね、えー、とゴール設定について徹底的に実践していただこうかなと理論を徹底的に解説しそしてワークをご紹介しそのワークを徹底的に実践していただいて、まあ、体感していただくということですね、まあ、そういったゴール設定を中心としたあの実践ワークショップという形でのセミナーを開催します。 えとまあ、これはもうすでにメルマガとかブログとかでご紹介しているので、えー、と内容は何とくチェックしているかなと思うんですがチェックしていない方はぜひチェックしてみてください、えー、とオンラインで開催するということと,うんとなんと1月30日とで2月6日に1週間後ですね、えー、フォローアップ講座もやるんですねでその間、えー、と31で2月1日から 5日、6日までの7日間連続で,です、ねえー、特別の音声もしくは動画を配信して、えー、とフォローアップのワークをしていただくというような立て付けでこれまでやったことがないですね、1週間、まあ、2週にわたってしっかりと毎日付き添う形で <laughs> オンライン上ですけれども隣にいる感じで、えー、やっていきたいなと思います。 えっとですね、あとはもうこれ表,表現としてはゴール設定究極のゴール設定という言い方をしてますけれども実はその裏側でですね非言語の、えー、っと大切なものをですねあのその講座の中でオンラインですけれども、まあ、Zoom を使うことになるんですけれどもうんとスタンダードコース以上の方にはですね非言語でいろんな情報をお伝えしていきます。えー、どんなな情情報報のかすごいいい ばばかりですので、でで、すすののそれれは楽しししみにしていただけけと思うんん。ども、非言語なので、えー、と言語語な化しません <laughs> あの無料のコースで申し込んでいただいている方ももちろんいるのでその方にはあのその入り口の部分だけちょこっとだけあの体感できるかなと思いますけれども、まあ、あのスタンダードコース以上の方はですねあの講座の中でしっかりとその非言語の、まあ、言語で説明している、まあ、そういった講義の裏側でですね 無意識から無意識に非言語で伝えていきますのでそこをぜひ楽しみにしていただきたいなとえー、っとまあ表向きのゴール設定の話とプラス何かこうですねエフィカシーが高まるとかですね変革が起きるきっかけとなるような非言語の情報を、えー、受け取っていただく講座になりますそういう場が必要なんですね完全にオープンでうーん YouTube ではなかなかそれは 勘のいい人はなんとなくもしくは過去認定講座とかですねそういう、えー、セミナーにしっかりと参加された方はなんとなくこの YouTube でも感じることができるんですけれどもそういうのはなんとなくあの、えー、と伝えている部分もあるので、うん、拾えることが方はいるかなと思うんですけれどもまあ基本的にはですねセミナーとかしっかりとしたその認定講座とかですね半年間1年間かけてやる講座の中で えとお伝えしていく内容になります内容というかですね非言語の、えー、っと内容になっていくということですね。でそれはどういったものかというのはそれぞれ受け取った方々の感じ方によって、えー、っといろんな表現ができるかもしれませんけれどももともとはもちろん言語化しないものできないもの、えー、といったものなので、まあ、それは体感に落とし込むということですね。これが で、この表向きのコーチング理論ゴール設定の話を中心としますけれどもそういった理論と裏側でですねこの無意識から無意識にその非言語の情報が伝わっていくという体感があって内面的な変革がどんどん起きてくるということですねそれは是非、えー、期待していただいていいんじゃないかなと思います。 まあ、もしかしたら時間差でそれが内面にグッと上がってくる方もいるしい,いろんなこうタイミングで感じることができるという、まあ、そういう内容になると思います。まあ自分自身は友達博士から散々もう,もう何年も学んできてるので今そういったものをですねこういったところで使うわけですけれどもでそしてプロのコーチが使う非言語コミュニケーションの技内部表現書き換えの技術のその 部分ですよね全部ではないにしても本来そういったものをしっかりと学ぶという意味では半年1年かかるので、まあ、そこをですね一部、まあえー、と一部といっても結構なあの内容だと思います。それを特別に伝授するという、うん、特別伝授コースの方にはその体感していただいた、えー、ものについて、えー、と一部ですね 言語ができて説明できる部分についてはそのからくりとかですね理論体験についてお伝えしていくという特別なそのコースもあの用意しているので、まあ、スタンダードコース以上で、まあ、無意識から無意識にこう非言語の情報を受け取りつつ、えー 講義の内容でいうゴール設定の理論とその注意すべきポイントそしてワークを実践することによって内面からこう変革するそういったエネルギーをわーっと広げていくためにこの非言語のコミュニケーションでえっといろんなものを伝えているということをぜひ確認していただき その上であのその辺が分かった上でいや、あのゴール設定っていうことはもう分かったよっていう方もですね、なるほど、そういう立てつけの、えーまあ、2週にわたるうそういうセミナーなんだということを理解していただいた上で、えで、ー、申し込みをいただければいいんじゃないかなと思います。 えっと思いっきりですね、2021年、まあ、大変な状況でですね、続いてるんですけれども、大変だ、大変だと言ってても未来切り開かれないので,です、ね、思いっきり、えー、これをきっかけにです、ねえー、っと変革していきましょうということですね、ピンチをチャンスに変えていくマインドを、ぜひこの、まあ、2021年初回の、えー、セミナーで、えー、一緒に体感していただけると嬉しく思います。まあ、ということで、ぜひ。 えっとオンラインですけどね、えー、お会いできることを楽しみにしております。あ今週先週から今週にかけてですけれども、えーっとまあ、いろんなあの昔からの知り合いとかですね、えー、っと仲良くさせていただいている社長さんとかいろんなところからあの連絡が入って。<laughs> いいろろですね情報交換したいとかもともとコーチングのクライアントだった方でいろんな、えー、プロジェクトも一緒にしている関係でもある方とかですねあとはやっぱりこのコロナの中で業界丸ごともう大変なことになってるんでな何かこうね、えー、と社会貢献的なプロジェクトを 立ち上げられないいいかというそうそった相談も受けてますもちろん積極的にそれは、えー、と協力できることはどんどんやっていこうかなと思ってますけれども、うん、まあまあ,あの例えば今回のセミナーでもですね、うん、えとこういう状況なんで価格はもう少し安くなったりしないんですかみたいな、まあ、そういう話もあの聞こえてくるんですけれどもやはり、まあ、元祖コーチンのルータィストマルチ博士から学んできているこのコーチング理論やはり強烈なんですよね。 でしっかりと価値を受け取っていただくためにも、まあ、あの今回でいうと2日間やって間7日間の動画できちんとサポートさせていただくという立て付けで、えー、この価格っていうのは、まあ、我々の中ではちょっと激安かなというぐらいの内容ですそれぐらいの価値を受け取っていただくということはもちろんあの確信しているのでぜひそこはご理解いただければと思いますそしてです、ね、ぜひ、まあ、皆さんが思いっきり変革した後、 でもちろんコーチングを広める側になっていただけるという方は是非認定講座に来ていただきたいしそうでなくてもです、ね、周りを周囲の方々をどんどんポジティブにエフィカシーが高い状態にコミュニケーションを取れるような存在になっていただきたいなというのは本音ですので是非そこはあのご理解いただければと思いますということで、えー、是非未来を思いっきり切り生いていきましょうということで、えー、っとオンラインセミナーでお会いできることを楽しみにしております。 えー、今回は以上ですワクワク様でした